はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第165回でございます。今回、もうシンプルな、表紙というか、そのね、見た目でわかるように、ちょっと報告したいことだけお伝えして終わる回となります。ちなみに今ね、息子を抱っこしてる状態なんですけど、ね。うん、はい、今回生放送のお礼と、今後のスケジュールっていうことで、その2点です。お伝えします。まず、先日、やりました生放送、初めての、ね、生放送、まず、その時間リアルタイムで来ていただいた方、そしてあとコメントねいただいた方とか、あとはそこで来れなかったんですけど、後で残ったアーカイブ動画の方ね見ていただいた方、神々だね、見ていただいた方、本当にねありがとうございました。やっぱりね、どうしてもアンチというか、ちょっと嫌なコメントとかもね、目につきましたけど、ちょこちょこは。でも皆さんにこう温かいコメントでこう埋めてもらって、すごい速さでね、コメント流れてしまいましたけど、すごく個人的にも楽しい回、まあ、ド緊張ですごいね、テンパってましたけど、楽しい回となりました。どうしてもパソコンのね、ネット環境の関係とかで、ちょっとちょこちょこ切れちゃったりとかね、しちゃって申し訳なかったんですけど、もし、ちょっとでも、なんだろうな、皆さんにとっても有意義な時間になったら嬉しく思います。本当にありがとうございました。で、その生放送をですね、なんつうんだろう、定期的にというか、ちょっとこう、ちょこちょこやってくれませんかっていうのも結構言っていただいてるんですけど、個人的にはそれでもいいかなと、ね、楽しかったですし、生で、その時間でね、こう、相談とかも答えられるのでいいなとは思ったんですけど、こう安易に多分、やりますって言っていいとこではない気がしているので、様子を見るというか、もうちょっと考えてみようと思います。定期的にできなくても、例えば1ヶ月に1回どっかでやるみたいな、感じではできたらいいなとは思ってますので、もしまたね、できることがあれば、その時来ていただいたらと思います。で、ちなみに、勉強タイムと雑談タイムが30分30分の構成だったんですね。本当は片方1時間のはずだったんですけど。で、あれはですね、ツイッターでアンケートを取らせてもらって、多分700、800人の方からね、アンケート答えてもらったんですが、ほぼ半分だったんです。で、結果的には 49% 対 51% っていう僅差で、確か雑談が勝ったのかな、確か。勉強だったかな、ちょっとすいません、忘れちゃったんですけど。で、僅差だったので、もうだったら両方やろうっていうことで、今回30分30分でやらせてもらいました。ね、一部の方には、もう勉強の方、1時間の方が良かったです、なんていう意見もありましたけど、まあ、そこはちょっとお許しください。で、またできそうだったらやりますんでね。はい。で、もう一個が、今後のスケジュールですね。これちょっと大事なことになるんですが、先日、まあ、忙しくなるんで動画のアップが少なくなりますっていう話はしたんですが、確かにちょっと今、いろんな仕事が今、ね、いただいてて忙しくなってるとこなんですけど、一番、忙しくなる仕事のやつがまだ来てないんですね。それ、そろそろ来るはずだったんですけど、ちょっと向こうの企業の方の関係で遅れておりまして、で、それが来ると、まあ、本当になんかね、わちゃわちゃしちゃって、もう、わけわかんなくなりそうなんですが、それとは別件で、今月の末です。24日が月曜なんで、その週から、11月の、まあ、5日、まあ、3日、4日ぐらいまでかな、約10日間ぐらい、もしかしたら全く動画がアップできなくなるかもしれないです。24日から、11月の3日、4日あたりまで。で、できる限り、例えば取りだめをするとか、ちょっと工夫をして、アップをできるようにはしようと思うんですけど、そこの週かなり、怪しい状況なので、もしかしたら、またというか、まあ、来週とかも話せたら話そうと思うんですけど、アップできなくなるかもしれないんですが、ご了承ください。できる限り、アップしますんで、はい。で、あと生放送の時にも少し話をしたんですが、中学生向けの古文の動画をですね、今準備をしております。ただし、これはかなり、本当に古文がものすごい苦手で全然できませんみたいな感じの方向け。本当に基礎の基礎というか、いうものをやった後に、まあ、その方たちが勉強できるようなものを一応考えてます。まだね、全然板書できてないんであれなんですけど。で、それを、その11月の3日4日まで、そのスケジュールの関係でアップできなくなって復活した後に、始めようかと思っております。まあ、多分受験生からしてみたら、いや、遅えよみたいな感じがするかもしれないんですけど、本当はね、古文やらないつもりだったんですよ。つもりだったんですけど、結構古文のね、リクエストが多かったりとか、うん、まあ、自分自身も古文すごい苦手なんで、全然ね、もしかしたらアップしてみたら、うわぁ、下手くそみたいな授業になっちゃうかもしれないですけど、でもできる限りの、まあ、今自分は勉強してるんですけど、古文勉強して、で、板書作って、
って納得できるような動画撮れるように頑張りますので、まあ、もしねちょっと古文が苦手とかあのね見て勉強したいって思う方はぜひ使ってみてください。よろしくお願いします。ではちょっとね短くなってしまったんですが、今回はこんな感じで終わります。ではハイチのダラダラジオ第165回生放送のお礼と今後のスケジュールで喋らせていただきました。今回もねここまでご視聴いただきありがとうございました。で次回が23ですよね。ここは多分いけます。アップできると思いますので、でその時にいつからいつまでが怪しいみたいな詳細も話せるようだったら話そうとは思いますので、もしよかったらね次回の方もぜひご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。これつけてる